ちょっとシート変えていい？いいですいいです。変わりますよ。ちょっと待ってよ。なかなか、うん、足の感じ。もう一個前か。このぐらいかな。クラッチはこの辺か。うん、人のやつ乗るときこれ必ず確認するんだよ。はい。フリシートベルト下、はい、でちょっとまたシフトの感覚えちょっとアクセルでちょっと煽ってあげるとあ入ったあえここ、うん、クラッチかなり踏まねえとダメだねこれ、はい、奥もうまるっきり奥まで踏まないと入らねえんだあ本当だ5速だよね5速です、5速です。5速だよ、はい、この感覚掴んだ感じとさ、はい、え、うわもうすっげえ奥大丈夫かなちょっとほいじゃあセリカ、セリカ、はい、久しぶりもう何十年ぶりだろう。あ、運転させてもらいます、はい。やっぱりなった厳しいなこれ、うん、これは仕方ないです。ほら ETC がついてる。あ、はい、一丁前にすげえすげえシビア。あ、このぐらいね。ほい、では行きまーす、はい、あシビアだちょっと広い道行こうかな。はい。おお、シビア。あ？なんかすげえことになってるけど。何がですか？うわ下手になってんな俺。下手なのか、それとも俺はちょっと癖がありますよ。癖が強いのか。癖強いですこれ。すげえな。あのディーラーさんも慣れてないです。これすげえ1500ぐらいまで煽らねえとスタートが大変。あ、はい。今試し乗りさせてもらってます。そうなんだ。いやこれはもう前途のタオル。あ、そうです。結構シビアだなこれ。クラッチのミートポイントが厳しい。慣れりゃいいんだろうけどね。よくこのクラッチでやってるね。いや、多分ずっとこれだからっていうのはあるんですけど。ああ、慣れか、やっぱり。5年ぐらいこれなんで。え、入ってんのこれ。入ってんのか。どうもこのクイックが分かんない。ちょっと、結構2速が長いですね。で、3速がちょっと。あの、前に知り合いのさ、はい、シビックハッチ、今のね、シビックハッチバック乗せてもらったけど、はい、あのシフトもすげえクイックで今度幅が狭いんだよ。ああ、うん、これも3分の2ぐらい。ああ、だいぶです、うん、あれはえいって言わないと入らねえそうですなるほどこりゃ
やっぱ1600回転ぐらいまで上げてやらんと厳しい、俺は厳しい。すぐ落ちますよ。すげえな。あ、でもいいな、やっぱり乗用車ね、このクラスは。クラッチのつなぎが下手くそ。これ癖があると思うんです。ちょっとじゃあ山の方へ、はい、ちょっと行ってみようかな。結構掴んでます。ダメだね。自分の友達が乗るとガクンガクンなるんですよ。あ、前の方にミニクーパーがいる。クーパーってあのオーバーフェンダーのやつだな。いいね。でもやっぱパワーある車は違うな。あと追っかけよう。すげえ、やっぱり K とは違います。全然違うわ。これこの景色がちょっと久々すぎて、あ、ちょっとなんか変な感じしますね。変な感じ。方もやっぱ考えた方がいいんだな。ああ。なるほど。K の G のの持ち方じゃダメだ。これ高速で戻るかな。高速。あ、これこの傾斜だったら、ああ。煽ってあげれば。厳しいっすね。あ、しますね。あ、なんか厳しそう、はい、音がもう、はい、あ、でもここら辺はいけるんだ。これメーターイコール、はい、スピードは、はい、やっぱりあの頃と一緒、まあ、うちの G のも一緒だけどさ、はい、やっぱメーターと時速が、はい、同じじゃねえと嫌だよな。やっぱきついですね。トップじゃきついか。でも何とかもちょっときついか。やっぱ減速するね。はい。ああ、いい感じ。あ、全然楽。すごい。これ200馬力だっけ？もうちょいありますね。250ぐらい。あ、250。はい。いいなぁ。ってことは軽自動車の何倍だ、 4.5 倍ぐらい。あ、全然楽。ここがね、一応この辺から40キロ規制なんだけど、はい、40キロじゃ行けねえ。ああ、あのヘアピンとかあるから、スノーシュットの中でヘアピンとかあるから、あ、で道はガッタガタだからね。音が好きです。うん、この
カーステいらねえじゃん。ノイズ音で。このマフラー音とはね、十分だよ。全然これで楽しめるよ。またイルミネーションが、はい、アウンしてます。ちょっと映しといて。トンネルでさ、はい、セカンドに入れてガーッと行くから、ね、なるほどね。いやでもこれクラッチがやっぱり遠い遠いっていうか、あの繋がるところがさ向こうにある感じ、もう一組みたいな、多分滑ってくるの手前になってきますよ、クラッチが。あ、そうかそうか、あれがうるせえんだよカッチャンつって。あーでもいいな。いつ乗ってもあのでっかい車はいいね。だっておとなしく乗るのが一番いいんだよ。それは間違いない。本当は。やっぱ走ってて、
ここをさ、うん、突っ込みすぎると、うん、やばいね。あ、結構ね、ここで事故る人昔よくいたんだよ。でここで急に、ま、あのそのスノーセットに入るんだけど、ピョンって行く人も。あ、そこがあのお化けが出るところですか。かもね。昔はこれ鉄板だったんだよ、つなぎが。だからズルッズルッって言ったの。で、ここで、そこ左曲がると新しいトンネルの方に。ごめん、よいしょ。すごいわ。やっぱ背中押されるもんな。ああ。これでノーマルなんで。これでノーマル。はい、で結構チューンしたら化けるんじゃないかな。化けるよこれ。セカンドに入れてるところだけど、後ろの人がなんかあれだから。あ、これで燃費いくつ使ったっけ？ 10 ぐらい？ 10はいかないっすね。10いかない。はい、なんか7から9ですね。7、9か。はい、やっぱそれぐらいになるのか。はい、多分結構自分が負荷して運転するんで、あ、それもあるかなと思います。なるほどね。だいたい2000回転か3000回転で運転する。そうだね。ちょっとテンション上がるともっと。あ、はいはい。これパワーバンドってどれぐらいなの？パワーバンドってどういうのでしたっけ？あのトルクの一番、はい、あ、4000です。あ、やっぱり4000なんだ。はい、大体4000だよね、車は。そうですね。軽自動車も大体4000だわ。ああ。これが、レブが何億？見えない。レブ7000。7000か。はい。おお、いいな。羨ましいな。15万3000キロ。そうです。ほう、結構まあでも1年1万乗ってない計算か。ああ、そう、ずっと投資でいくと。はい、8000、9000、8000、9000ペースかな。
20年だよな。はい、20年です。20年で15万、そういうことは7000円です。8000弱。これ、この前の夏は新潟から宮崎までこれで入りました。1500キロ、はい、それ往復すんの、はい、すげえ。昔はさっきの古い方の峠でさ、はい、俺のだから10個上とか、はい、そういう人たちはバイクとかで、はい、タイムアタックをしてる。あ、あそこがアスファルト、まあ、舗装されてから、はい、なんか知らんけど、やっ昔の人たちはやってたらしいよ。いやー気持ちいいな。もうそろそろ終わるけどね。そうですね。あら、はい。今日通った峠の方も結構桜、うちの方桜があって、うん、いい道でした。何気にね、うん、桜のその咲く時間っていうか期間がいろいろあちこちまばらだから、あ、そっか、長く楽しめるという。あ、上と下で。気温とか違うか、うん、そうそう、上と下で違うから。ああいいな。これ乗ったら俺のジーノなんてね、力がね、力がねって。そうですか。絶対言うよ。言いはしませんけど。俺のだって、あれどこだっけ、東京だか神奈川の友達がやっぱりターボからチューンアップして100馬力ぐらいの軽のターボから俺の車乗り換えた途端に進まねえとか言って言ってたからね。え、こんななのノーマルってみたいな。こんなこと言ってたから、多分同じ感想が。一番経験で力のあるとスバルの R2 っていう、うん、K があったんですけど、はいはい、それで台車に乗ってった時はそれは力なかったんですよ。あ、でもその他の K は別に、はい、ターボだとさ、やっぱ64馬力あるじゃん、はい、そこそこまあ進むんだけど、 NA はね、今最近の K の表平均がだいたい52とか、うん、もう53、4とかね、そのぐらいなんだわ。だ10馬力以上違うから、あ、全然パワーがやっぱ変わるよね。G のは NA でも58あるんだよ。あ、それぐらいの、うん、NA でもある方ですよ。ターボで64でした、ね、そうそう、ターボで64だから、そんなに何馬力違うんだ、6馬力違うのか、ノーマルでね、はい、NA とターボの違いが、だからそんなさほど変わらねえんだけど、はい、そんな感じします。ああ、今の他のやつはね、力がね。まあ、こうやって街乗りやってる分には全然十分なんだろうけど、全然ね、なんだろう、峠とか山道行くと全然
物足んなくなってくるのかな。これさっきの操作で社外品のエアクリーナーつけると、うん、プシュプシュ音がして、はいはい、結構楽しかったですいるいる、それが楽しいっつってキノコ作る人、はい、うん、俺はいらない派なんだけど、あ、なんかそういう変化があるの結構楽しいですね、うん、いやでも気持ちいいな、60キロまでの加速がすげえ嫌だな、ね、やっぱ、あのアイドリ今のアイドリングストップみたいなのどうもダメなんだ俺行こうと思っても進まねえじゃん、 あれが嫌いなんだよ、いや楽しいこれで峠行ったらあちこちの峠行ったら楽しいんだろうな、いいなそれにしてもクラッチがシビアだわ、はい、あでも帰りとか全然でしたね、今やっと掴んだ、あそれでもまだスムーズにいかないもん、あの帰りなんかめっちゃスムーズだった気がしますね、いや下りだったし、あうらやましい、たまに乗させてもらおう、自信へとって交代交代、そうだねそれもありだねよいしょ、ってことで帰ってまいりました、インプレッション終了ですね、え？インプレッションが終了、よいしょ、どっち、あ、背を向けた方が熱くならなくていいか、あバック、そうバックを一回試そうと思った、あ、全然楽、バックの方がギア入りがいいね辺かな、もうちょいか、でもこんな感じ、はい、ありがとうございました、楽しかったね、よかったです、いやすげえ、やっぱりいいよな、やっぱメーター、やっぱなんかコックピット感があるよねこれね、ああ、うん、あの知り合い、栃木の知り合いにスープラがいるけどさ、あスープラは、あのコックピット感もすごいよね、スープラもっとこれが、うん、もうちょっとこう運転席側にこう向くって感じで、うん、いやありがとうございました